えー、視聴者の方から「9段階ってどういうものなんだ?」っていう質問があったので答えていくんですけどもまあ9段階っていうと大体皆さん思い浮かべるのは、えー、台風案みたいなところで壇上にいわゆる、まあ、差別者と言われる人がね上、えー、げられてですねでその下にこう椅子が並んでそこに解放同盟員がずらーっと何人も集まってて。 で差別者に対して罵声を浴びせるというようなものを思い浮かべると思うんですけども2000年ぐらいまでは実際それやってましたでまあもっと昔だと暴力行為もあったしねでそういうので昼夜罵声を浴びせるっていうんでまあ今だったら完全犯罪ですねというか当時でも犯罪ですね逮捕監禁罪ですねんだけども なんかその司法というか裁判所がね、なんか球団権というものを認めるようなそういうことをね、あの、八歌高校事件の暴論で言ったので、それをね、もう解放同盟が鬼を、鬼の首を取ったように球団権が認められるぞとか言ってね、もうほんと信犯ですよ。そういう逮捕監禁やってもいいんだっていうような勢いでやってたんで、まあそれが2000年頃まで。でもそんな昔じゃないでしょ、2000年頃って。 えー、その頃に僕は聞いたのは鳥取県の解放同盟がやってたこと鳥取スタイルって言ってまあもうやってることはさっき言ってた通りですよ。まあ、2000年頃だとまさすがにソフトにはなってたけども僕は聞いてるのはその学校の先生とかね行政関係者もその壇上に上げさせられて。で 普段はね、その童話教育に熱心な学校の先生なんかでもね、なんかかわいそうにね、その人はブラックミンだけじゃないっていう理由で解放同盟の幹部からお前はそっちだって言ってね、壇上に上げられたとかってね。いや、普段はほんと童話教育にすごい熱心な先生もう別に悪いことしてるわけじゃないのに、お前はそっちだって上げられるわけですよ。だからすごい差別,でし差別的でしょ、解放同盟員って。<laughs> まあ、その、血筋なんかも相当怪しいものなのに。 でそういうことを2000年頃までやってたんだけどもやっぱその前後ぐらいねやっぱりそれはいかんということで法務,法務省のあたりがその球団会っていうものに対しては参加しなくてもいいっていうような文書を出してそれでまあ球団会というものも下火になったように見えるんですけども、えー、実際はね、まあ、今解放同盟球団会っていう言葉は基本使わないんです。 球団会って言ってしまうと、結局その法務局の指針があるものだから、人が出てこなくなってしまうわけですよ。特に役所の人間っていうのは球団会って言ったら、もう参加してくれなくなるんですね。だから今はね。学習会とか意見交換会とかそういう名目でやるんですので。でも実際やってることは球団会と何も変わらないんですね。ただまあス屋をびせたりとか、そういうのは今はさすがに減ってきてるかなと思うんですよね。 球団会ってね実はこの様式というかマニュアルみたいなものがあって手順が決まってるんですよ最初に、えーまあ、確認会っていうのがあって、まあ、事実確認をしてその後に球団会をやってで最後の締めで、えー、真相報告学習会っっっててていうのをやって終了ってなるんですよで今でもねだいたいそういう形式というものを踏襲してますただその呼び方が変わってるだけですね名目というものが。 で、この9段階についてね、もうこれは9段階って何なのかっていうのをね、もうこの A4 の用紙1枚でまとめたようなものがあるんですよね。これがもうこの,この紙1枚で全て9段階って何なのかっていうのを象徴してるんですよ。で、まずね、えー、9段階、まあ今はね、学習会とかそういうことも言うんだけど、とにかくね、えー、解放同盟の関係者がね、 これは解放同盟って名乗らないかもしれないですよ、こんな風にね、学習会実行委員会とか、不動産差別撤廃とか、なんかこういうね、解放同盟って名乗らなかったりするんですよ、だけど、この名前とかで検索したりとかね、そういうことを、あと学習会っていうのも,もう解放同盟の特当の言い方なんで、このあたりでね、えー、雰囲気を感じ取ってもらいたいんですけども、とにかく差別だ、何だのっていう風にいっちゃうもんせてくる人間がいたら、あ、もうこれは。 九段階っていううに思っっててくだささい、えー、言葉に惑わされちゃダメですよ球団会って今言わないですからそれ大事なのはもう役所とか法務局とか弁護士っていうものは全く当てにならないっていうふうに思ってください、えー、これ反社勢力要,要は暴力団だとかねまあ総会やみたいなものだったり今はもう警察とか役所がどんどん対処するんですけどもこの童話に関してはね 役所が、ね、対処するどころか協力してくるんですでこれ見てくださいよこの、まあ、ブラック問題人権問題研修がこれはっきりして9段階ですでそれでその受講費というものがねうん払わされるんですけどもまあこの会社が払わされたんですけどもそれのね振り込み先がま,まず個人名になっててですね、うん、こんなけのわからん団体になっててしかも問い合わせ先が安市教育委員会 ね、行政になってるんですねもうこれ一枚で象徴しててえこの解放同盟とは言わずに訳のわからん肩書を名乗ってで訳のわからんところにお金が振り込まされてでしかも役所がなぜか協力してるとこれが今の9段階なんです。だから 行政にてなんとかし,なしてくださいって言ってもまず当てにならないですこう。こういうことしてるわけだから。で、法務局なんかも、はっきりして見て見ぬふりしてます。えー、まあ、エセ童話講演やめましょうとかね、球段階には出ないでくださいって、法務局は一応言ってるんだけども、まず球段階っていう名前を使わないし、で、法務局の言うね、エセ童話っていうのは、だいたいね、あの、同話会系とかね、 あとは、あの、セクト系かね、全国連とか、そういう系統のことに対して言うんであって、解放同盟がやってる場合はね、同じことをやってもね、エセドアっていう風には見てくれないんです。で、弁護士なんかにしても、もう結局、解放同盟怖いんですよ。うん、裁判官でも、検察でも。だから、そういう8日高校時点で何回かおも、なんか、球団権があるみたいなおかしなことを、 言ってね、まあ一応有罪にはしたんだけどもそういうおかしなことを言って、えー、解放同盟を突き上がらせたというようなまあそういう経緯があるのでもう弁護士なんかも当てにならないとというふうに思ってくださいじゃあその糾弾されそうになったらそのどうすればいいか例えば企業の経営者でねまあそのいわゆる差別事件をその従業員が起こしたとね 例えばその不動産なんかだとね、えー、ここあの童話地区ですかみたいなことをね、えー、客から聞か,聞かれて答えてしまったとかねあとはまあここは童話地区だからこの物件安いんだとか童話地区だったらあのこの自動販売機が壊されるんだみたいなことを、えー、従業員が口走るとそれをね目ざとく見つけたその解放同盟とかその関係団体が、えー つてじゃあそういう場合どうすればいいかって一番いいのはその明らかにね例えばその会社の人間がその、まあ、部落の中で事故を起こしたとかね人を殴ったとかそういう犯罪でない限りは、ね、ただただその、まあ、解放同盟にとって都合の悪いようなことを言ったっていうだけであればもうガン無視っていうのが一番いいですね完全無視っていうのが。 え何か言われても,もうお引き取りくださいで文書が来てもえそのままシュレッダーへゴーっていうまあそういう感じは一番いいんですよねただまあ実際の事故があったとかいう場合はまあその事故があったっていうことでまあ淡々と処理するっていうようなことですよねであとですねえまあ やっぱしこういうのってね、真面目な経営者とか、あるいはまあお堅い会社ほど引っかかってしまうわけです。で、結局これは会社の経営者っていうものがちゃんとね、毅然と対処しないとどうにもならないんで、一従業員としてはまあ経営者に助言することしかできないんですよね。で、どうしてもね、完全に無視することができないっていうんであれば、一応事例としてですよ。例えば、えー、 童話会全日本同和会とかね、自由同和会と、まあ、つながりがあるような会社だったら、えー、今回の件については、もうね、えー、全日本同和会に、えー、全部お任せして学習会をしますので、解放同盟としてはお引き取りください。あと、人権連なんかもね、そういう手を使ってたんですね。えー、その、まあ、こういうことがあったけども、その、 人権連は人権連で、えー、独自に学習会をするので、えー、解放同盟としてはお聞き取りくださいじゃあねその同話に言いがかりつけられた場合に人権連とも同話会とも付き合いがない場合はどうすればいいかっていうところなんですけどもそこはね、えー、こう神奈川県人権啓発センターの啓発動画を見てですね、えー、うちの会社でちゃんとそのブラック問題については学習しますので、えー お聞き取り願いますというふうにね、えー、うちのチャンネルの名前を出していただいていいんです。実際ね、YouTube で学習会やってたりするんでね、最近はあの、役所なんかもね、こういう時代ですし。で、そうした場合にね、もう役所とかね、解放同盟がその、この、神奈川県人権啓発センターを貶めるようなことをね、言ってくるかもしれないですよ。もう,うん、もうそういう時はね、ぜひそういうのを録音したりとか、まあ文書なり証拠を残してですね、ぜひあの私に、 え、連絡していただければと思うんですね。いや、その、神奈川県人権啓発センターをね、貶めるようなことを言えば、それは当然こちらが対処しますので、まあ、ぜひ、あの、球団会に呼ばれそうになったら、いえいえ、球団というふうにはしていただかなくても、神奈川県人権啓発センターの方でちゃんと学習しますので、というふうに答えていただければと思います。